ディの水槽ゼリーは現在ローソンで限定発売されています。今買うとこのマグネットがついてきます。このマグネットはしおりになっています。それでは取ってみましょう。マイメロちゃんのマグネットしおりです。かわいい。リエお姉さんが描いた水槽美容の秘密につけてみます。リエお姉さんが持ってるページにします。つきました。それではパウチから見ていきます。正面です。真ん中にマイメロちゃんの絵があります。ヒオラビとマイメロディのコラボ商品です。プラセンタ 300mg。 プラセンタってなんだろう。サンビオプロランドの駅の名前かな。さらに食物繊維 3240mg 入ってます。味はピーチ味です。果汁 32%。 側面です。ピンク色で可愛いです。裏側です。難しくってよくわかりません。アンケートに答えると100名様に何か当たるみたいです。それでは飲んでみます。おいしい。ピーチの味すごいします。おいしい。何回も飲んでもおいしい。もういい匂いがします。このつぶつぶ感が喉を通るときがおいしいです。もものゼリーの中で一番おいしいかも。これだったらずっと飲んでたい。されたハローキティの水素ゼリーをすごく美味しかったけど、マイメロディの水素ゼリーも同じぐらい美味しいです。ローソンで探すのは難しいかもしれないけど、見つけたら絶対買った方がいいと思います。それくらい